ということでやっていきましょう。どうもラルクございます。ということで今回はですね、スマホ版ニャンコレ戦争サブラカでやっていこうかなと思います。ということで今回ですね、やっていく内容に関してはこちらでございます。今回は絶望異次元に挑戦していこうかなと思います。でこのステージに関してはですね、もう残り9分で開催終了してしまうんで、ちょっと急いでやっていこうかなと思います。もう毎回ね、いつもギリギリなんだよね。まあとりあえずやっていきますんでよろしくお願いします。でこのステージに関しては超激ムズで全1位ステージ、そしてドラムメニアの方が獲得できるんで、まあ一発でドロップするか分かりませんけれどもね、まあとりあえずちょっと欲しいところでございます。では早速ですね、挑戦していこうかなと思います。よし、ということで早速ですね、挑戦していこうかなと思うんですけれども、編成に関してはこんな感じでやっていこうかなと思います。もう完全に対エイリアンなんですけどもね、確かこれで大丈夫だよね。ちょっと待って、敵の確認ねちょっとしとけばよかったんですけども、もうちょっとね完全にしてないんで、まあ、とりあえずちょっと手探りで編成組みましたけれども、まあ、一応こんな感じで、やってみようかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあアイテム使わずに挑戦していきましょう。じゃあ行きます。出陣さあ、ということで、早速ですね、やって参りましょう。この BGM っていうことは、あともうちょいしたら出てくるパターンだよね。だから、そうだね、お財布ダメ、今のうちにしといた方がいい気がするけれども、でもちょこちょこ壁を出していかないとって感じかな。多分ほとんどエイリアンだと思うんでね、取り巻きに関してもね。で、一応クロノストリガーも入れましたので、まあ動きをちょっと止めつつって感じかな。あ、そういうわけでもないか。攻撃まだ出てこない。それとも何これ、どういうタイミングで出てくるのかちょっと待って、完全に忘れてるんだけど、まあとりあえず様子見て、あー来た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 、こんな感じでございますね。じゃあゆっくりだから、まあお財布ダメ全然できるんで、ちょっとこのまま待ちましょうか。さあ、ということで、だいぶお財布ダメの方ができましたので、こっからちょっとですね、いろいろ出して参りましょうか。じゃあ、とりあえずちょっと壁を出しつつ、まあ、こんな感じでちょっと様子見ていこうかなと思います。そうだ、水マリンに関してはね、そう、進化しようかなとか思ったんですけど、結局ちょっとね、進化できてないんで、また近々ちょっと、進化動画の方ですね、上げていこうかなと思います。これちょっと2列にしよう。この間のね、女帝飛来の時に思ったわ。そう、完全にね、超特急出すの忘れててね、もう、あれちょっとしくじったなーってね思ったんですけれどもね。そう、なんか場面によっては1列の方がいいんですけども、まあちょっとね、こういう時は2列の方がやりやすいのかなって感じでございます。どうしよう、ギガボルトが出したいんだけど、財布の方がってか、もう完全に置物化してるな。さあ、ということで、お、攻撃力アップになったってことは、もうじき終わりますね。おー、まあ、さすがだね。さすがだね。まあ、ここまで来ればもう負けないよね。で、あとはそうですね、ドロップキャラクターが落ちるかどうか。でもまだ残り時間があるんで、とりあえず落ちなかったとしてもね、また再挑戦できるんで、まあ、ちょっと早めに倒していきたいところ。よし、オッケー。よーし、あとは畳みかけるで、だけでございますね。こっからどうだろうね。一発ドロップすれば、あとはドロップキャラクターを軽く使って、今回の動画はね、終わりにしようかなとは思うんですけど、ドラムミニアか、だいぶ久しぶりだな。あのキャラクターもね、なかなかちょっとあんまり使わなかったんで、ちょっと久しぶりに使いたいところでございますけれども、さあ、ということで、どうだ、あともうちょいかな。数字が見えねえんだよ。もうどれくらいだかわからないけど、まあもうじき終わると信じましょうか。さあ、サテライトがね、いい声に、オッケーっていうことで、クリアメダルも獲得でございます。あ、落ちなかったね。じゃあ、とりあえずもう一回、待ってみます。さあ、ということで、お次はスピードアップの方を使いましてやっていこうかなと思います。まあ、さすがに多分ね、すぐ終わるんじゃないのかな、スピードアップ使ってあるんでね。まあ、とりあえずさっきと変わらずにね、やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。よし、オッケー。攻撃力アップになりましたので、もうじき終わりますね。あと残り2分あるんで、とりあえずこれで落ちなくてももう一周、もうこれで落ちなかったらもうさすがにトリジャー使っちゃおうかなと思います。
さあということでどうでしょうか、落ちるかな、もうこれで落ちてほしい。まあできればトレジャー使わずにねドロップねすればね、ちょっと節約になるんでね、まあ別の場面で使いますのでね、どうでしょうか、落ちてくれ、落ちないんだねこういう時ね。じゃあもう一周いっちゃいましょう。さあということでもうしょうがないんで、もうトレジャー使ってですね、まあ3周目でございます。まあこれでもう獲得できますのでね、もう安心してとりあえずですね畳みかけることができます。さあ日付も変わりましたのでね、あとはとりあえずですね、まあ獲得したドラムミニアンの方ですね使って今回動画を終わりしたいと思いますんで、よろしくお願いします。よし、オッケー、獲得でございます。はい、ということで早速ですね獲得しましたドラムミニアの方ですね、ちょっと取得していこうかなと思います。はい、ということでこちらのキャラクターでございます、ドラムミニアでございますね。早速取得していこうかなと思います。いきます。はい、ということでございます。じゃあ下のテキストの方ですね読んでいこうかなと思います。にゃんこ軍団を軽快なリズムに乗せ先導するにゃんこ、マーチングバンドのメンバーは募集中、たまにメタルな敵の攻撃力をダウンさせるっていう感じでございますね。では早速10レベルにさせて進化させていきましょう。じゃあいきます。はい、ってことでございます。プラカードにゃんでございますね。エリートにゃんこ育成校、にゃんこ学園を先導する新宅化2年の姿勢抜群にゃんこ、親子2世代で大役を務める、たまにメタルな敵の攻撃力をダウンさせるということでございます。あれですね、まあ対メタルなキャラクターでございますね。じゃあどうしよう、30までさせちゃうか、せっかくなんでね。なんかじわじわ経験値の方もちょっと減っておりますけど、またとりあえずねちょっとゲリラ経験値とかでちょっと回収できればなっていう感じでございますね。はい、ということで30レベルにさせましたと。でとりあえずですね、もう最近このキャラクターもねあんまりちょっと使ってなかったんで、せっかくなんでちょっと今回もですね第1形態と第2形態両方ですね、チャレンジステージの方でちょっと使っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは移動しましょう。ついにユーザーランク4000いきましたね。さあということで早速ですね取得しましたドラムミニアの方ですね使っていこうかなと思います。それでは出してまいりましょう。はい、ということでございます。そういえばね第一形態で使うことってなかなかなかったね。もしかしたら初めてじゃないのかな。多分ね取得してもすぐ第二形態にさせちゃったんで、多分あんまり拝むことなかったんで、なんかすごい新鮮さがすごいね。こんな感じだったんだね。いやなんかね子供の頃このなんか金管やった時思い出すわ。こんな感じじゃなかった、なんかこの指揮者みたいなこんな感じでさ、こうやってこうやってなんか上下に振ってさね、なんかあの感じこうやってやっておりますけども、あ、まあそんな感じでございますね。なんか意外と可愛いね、なんかめちゃくちゃ可愛いんだけど。じゃあお次はですね第二形態の方で使っていこうかなと思います。さあということでお次は第二形態プラカードニャンを使っていこうかなと思います。それでは出してまいりましょう。はい、って感じでございますね。なんか動きこんな感じだっけ、なんかめちゃくちゃカクカクしてるんだけど、すごい可愛いなしっかりとプラカードにさにゃんこ学園って書いてある。これいいね、動きがこのなんかカクカクしてる感じ、なんかすごいいいね。なんかさ、なんかなんだろうね、甲子園なんか部活でなんかさ一回見たことあるんだけど、こんな動きしてたっけな、なんか不思議な動きしておりますけれどもね。まあ、こんな感じでございます。でこのキャラに関しても第3形態の方ですね、まああるわけなんですけど、まあそれが取得できるねステージの方もまたねいつかちょっと挑戦してねいければなという感じでございます。まあ一応このキャラはね対ねメタルなんで、まあとりあえずメタル戦でまた今後ですね使っていければなっていう感じでございます。じゃあ以上になりまーす。はい、ということで今回はですねちょっとギリギリだったんですけれども、降臨ステージ絶望異次元の方ですね挑戦いたしました。まあ無事ですね、まあクリアはしたんですけれどもね、全然ドロップキャラクターの方が落ちなかったんで、まあ最終的にですね、まあトレジャーの方を使って獲得しました。まあこんな感じでございますね。まあ第3形態ができるステージの方がありますので、まあ準備が整い次第ですね、まあ挑戦していければなと思いますので、まあそしたら動画の方にしますので見ていただければなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。